どうも、あきです。英会話9やっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。この英会話9の動画いつも楽しみですという方はぜひとも高評価押していってください。好評であれば明日は日本投稿をやっていきたいと思います。ということで今回は選抜2回戦からやっていきましょう。1回戦オフに鍛えた打撃で勝ち切ることができましたので引き続き頑張っていきましょう。さあこれは世代最強バッター郡山でいきましょう。ホームラン2桁打率4割この試合も暴れてもらいましょう。さあではいきます。試合開始。さあ2番バッターもかなり能力的に強くなりましたし、このチームはねこれから非常に楽しみだと思います。2番で阿部飛流し打ち、1が粘り打ち、カット打ち、これは非常にいいですね。はい、行きましょう。さあ義塾の誇りを貫けやっていきましょう。お、総選駆使。なんかパワープロ2020は相手に恵まれることが非常に多いななんて思いますね。くくり最低10点、これを目標にね頑張ってやっていきたいなと思います。最低10点、いいか、最低10点だぞ。いくぞ。もう熱血を早速使っていく。センター返しは強振。よーし。いやマジで世代最強。ミートパワーをねあんまり上げられてないのがもう悲しいぐらいですね。キャッチャーなので、まあ、走力も上げてますし肩も上げているんですが、これはとんでもない選手になります。日本代表ぜひ選ばれてほしいですね。そして何か金徳がついてくれれば嬉しいというところではあります。悩ましい。6と7ですが、まあ、パワー比降格なので、パワー比降格になったんですよね。これは降格打法を信じて6でも流し打ちの方を選んだ方が強いのかななんて思います。いいですね。なんかアウトになる気がしないですね。悪くないですね。さあどんどん点を取っていきましょう。いや微妙ですけどね、センター返しの穴は普通にセンター返しでいいんじゃないかっていう感じもするんですが。おお、やばい、マジですごい。 OPS2 ぐらいあるんじゃないか。しかも3塁だ。走るね。足を使っていきます。そうです、彼は足もある選手というところが非常に魅力的というところでね。はい、さあ来ました。最近打率を上げていってる芝、広角打法を持ち、そして今日もホームラン打ってます。芝がねこれからかなり見せてくれるんじゃないかなと思ってます。代打を出します。行きましょう。最強の代打は堀池。それいけ堀池、やっていきましょう。引っ張りはミートの方が最近強いという説が自分の中で結構ある。やはりね。さあ2点タイムリーヒット。1イニング1得点以上、今日もやってますね。素晴らしい。セーフティー7はもうもらったというところでしょうか。はい、まあ育成枠を使っておきましょう。あともう1回代打とダイソーという感じでいいと思います。あ、セーフティー7は失敗しないよね。失敗しない。さあそしてこの今西ですね。オフに非常に強化されたこの今西、彼のね、はい、バッティングというのも今後非常に楽しみなところでございます。さあ阿部飛抜けろ。うん、まあまだミートパワー上げられてないですから、まあまあ今後ですね。今後ではあります。さあ行きましょう。さあ川田頑張れ。ナックルボーラー、左のナックルボーラーというともうメジャーの阿久津、そのイメージしかないんですが、疲れてしまったのでピッチャーを変えます。1年生ピッチャーもいい形で試合に関わってきてますね。片岡さんの守備を今上げているところですから、夏にはこれがセカンドゴロになるかもしれませんね。まあ、気がつけば4点差ではあるので、ここはビシッと締めてほしい。 OK。 さあ1イニング1点は最低取っていきたいと。郡山はここらで
ここらで一発セーフティセーフティセーフティっていうのもあるよ。足を見せていくっていうのもありますからね。ではルイに出てから足を見せていきましょうか。盗塁がめっちゃ良かったら三盗するのもある。まあちょっと厳しいか。まあ、どんどん走って盗塁を上げていきたいというのもありますね。これ威圧感とか郡山についたらもう半端じゃないですからね。そうか、神宮はまだ1年生か、もう2年生ぐらいかとなんか思っていましたが、全然1年生なんですね。さあカット打ちの神宮、このチームは今カット打ち非常に多いので、郡山も持ってるし2番バッターも持ってますし、まあ、相手ピッチャーのね、こう球数を増やすことができると。さあ来ました。そして流し打ちの天才池野。ただパワーヒも持っていると。おらら珍しい。というかモロが本当に打たないと。モロ、モロ君はなんて言っても一応阿部ヒパワーヒなんだ。そしてプルヒなんだ。この7番で2割8分打ってる選手じゃないでしょ。余裕で日本代表ぐらい選ばれないといけないのに、もろに火がつきません。これが今このチームが少し停滞感があるその原因な気がしなくもないです。バッキャロー、やばい、3点差になった。いやー今のはワンアウト一塁になるチャンスだったのに。まあ相手も打ってきますからね。1年生ピッチャー今投げてますし。うわー、バック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 、入るこれ。さあ1点差になりました。55球も投げた二宮。ただ氏家をね残してきたと。まだそうなんですよね、2年生ピッチャーが2人しかいないんで、そこが厳しい部分ではあるんですよね。今のうちはまだ強豪名門とかになって日が浅いので、部員の人数がそもそも少ないと。全員ベンチ入りしています。ぴったりなのかな今。さあ来ました郡山。その前に走れる。よしよしよし、クイックイ。まあ取るよもきついか。よしよしよし、郡山素晴らしい。今日はもう完全に郡山の日でしたね。一回もアウトになってない。さあそして芝の高額打法。芝の広角打法、このチームはマジで強いぞ。あーでも10点取れなかったっすね、ちょっとそこは残念だな。いやー打撃が素晴らしい。もうなんかあとはやっぱバッテリーを強化していくとね、非常にいいんじゃないかなとは思っているので、まあ、よく打たれますからね、この通り。キャッチャーが高い選手といいピッチャーを2人スカウトしているので、まあ、来年はそこに期待ですね、入学式。これでワンアウト、ランナーバッターは1年生、島、今日2打点を挙げています。よしよしよし、オッケーオッケー。まあ1年生ピッチャーが今日かなり球数を投げた試合になりましたね。来年に向けてこういう勝ってる時はそうやって育成をしていくというのも非常に大切でございます。取れる、よーし、片岡さん守備上げてきた、ナイス。南北海道代表に勝利と。今日もまた芝が2本、芝の最近のホームランの数やばいですね。そしてヒットは向こうの方が多いという。じゃあこっちが1本多いのか。
いやー、芝何か特殊能力ついてもいいかもしれないですね。この芝のここしばらくの活躍というのは本当素晴らしいものがありますね。まあ4番ですからね。はい、ここ数試合で何ホーマーだろうというところですね。行きましょう。これ1000円のやつをたくさん買っておきましょうか。よし、機材もだいぶこれで余裕が出てきましたね。機材にだいぶ余裕が出てきましたね。素晴らしいですね。いいですね。よしよしよし。さあ、もう一丁勝ちましょう。いやー、まあもろそろそろ行きたいとこなんですけど、まあ最近活躍している芝で行きましょうか。はい、もろそろそろ打ってほしいとこですけどね。さあ行きましょう。選抜は1試合夏より少ない、1試合か2試合少ないので割と早めに終わってしまいますが、しっかりね、初優勝を目指して頑張っていきましょう。なんか対戦校に恵まれていますが、3点先制されるという。さあ、油断せずにいこう。まだまだだね。肩48、クックリ、お、カミソリシュート、平松さん。さあ、芝の攻撃。芝は15盗塁してるっていうところも一つ序盤として評価されるべき点ではありますね。さあ1点を返した。多分郡山でしょう。また出てます、郡山くん。4割3分2厘まで打率を上げております。これ1から9回まで指示させてくれればかなり点取るよ多分。芝はこれもできるっていうのがいいところです。あっと、手につながらない。ただ、さあケンジこと矢野くん来ましたね。うわ、いい当たり。ただ打率5割の男ですから彼も。よし、渋い。まあ、威圧感もやっぱ強いしね。威圧感ってなかなかこう効果をね、栄冠ないのに実感しにくいあれではあるんですが、ただ強いよと。代打出したいぐらい。いや、代打行くわ。これ大エースっていうわけじゃないですからね、今うちにおいては。スクイズ7。いやー、スクイズするために代打で出てきたんじゃないと。うわ、でも風が超アゲインストや。うわ、これ風がなかったらホームランだったっすね。逆転スリーランだった。まあまあ、でもナイス犠牲フライ。今のはいい攻撃だった。まあまあ、ナイス犠牲フライっすよ。堀池残してもいいんですけどね。まあピッチャー使うか普通に。さあ1人2イニングぐらいこれで投げないといけないですからね、ピッチャー陣も。うおー、確定ホームラインです。いや、芝来てるな。芝、郡山、この3番4番が選抜完全に波に乗ってますね。この3番4番が完全に波に乗ってる。よし、でよくカオタ投げましたと。また代打いきましょう。奥脇。さあ、持ち前のパワーが前面に出てきました。正面か。いや、いい試合になってきたな。
いや、いい試合になってきたな。なんだこのいい試合は。で、こういう展開の時に今まで育ててきたらね、1年生のこう力が発揮されるという形になってくれると嬉しい。絶対こうやって1年生の力を使わないといけないね、試合が来ると思ってたので、ずっと育ってきましたと。うわ、マジか。いや、今のは不運。ゲッツ。うわー、来ちゃかよ。ここで宇治江じゃない、でも左いいか、左 C だったら二宮のまま。うわ、左 C ピンチ C だ。二宮のまま行こう。だから伝令使います。もう一個守備。よし、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。阿部日、わかんねえな、これもうわかんねえな。うわ、難しいな。フォーク落とそう。うわ、そう、その球だったけど、狙いは。よっしゃ、しっかりしっかり、よっしゃ、よく投げた、よく投げた、素晴らしい。もうここは確実にランナー出したよな。流し打ちに頼むか。あの確定ホームラインスもう一度、足速いからあるぞ、足速い。うえ、これセーフになるのはすごすぎる。やばいな。クイック C だけど、まあ芝の足ならよし。ジングセーフティー行きたいね。よし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 、いいぞ。ここでクセモノを発揮しよう、池野。流し打ちです。さすがです、もう犠牲フライはもうさすがに彼ならいけるでしょうと。ナイス。さあ、そしてまたセーフティーやってスクイズみたいな形がいいけど、モロか、出せよモロ。パワーヒップの日、阿部日、こんな成績で満足する男じゃない。今日は2ヒット3ヒット目。風がアゲインストってやつですね。2番手は飛ばないよ。さあ、池谷の打率5割。いや、1点止まりか。まあでも1点取りましたからね、最終回を抑えれば勝ちではあります。育成枠もしっかり使っていきましょう。高井でワンアウト取ってピッチャーつないでいきたい。藤井へとつないでいきましょう。しっかりストライクを入れろ、ストライクを。バック、今西、オッケー。今西足はありますから守備範囲は広いです。足は守備範囲にも関わってきます。全員野球。おい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 、頼むよ2年生ピッチャー。取れるか、高部、高部足速いぞ、足速いぞ。よしよしよし、いや守備固めだ、あるし。高部ナイス。いや、高部はね、結構期待してる選手の一人ではあるので。ショート、ジング、しっかり。OK! ナイスゲーム。ナイスゲームですね。ナイスゲーム。もう一試合行きましょうか。
もう1試合いきましょう。これはなかなかいいチームになってきてますね。郡山ですね。これは郡山ですね。もうこの辺りがもうこの選抜は引っ張ってくれていますが、やっぱ郡山という選手は素晴らしいかなというところもあります。先発宇治家でいきます。絶好調はちょっと宇治家の方がいいんじゃないかなと。しかもまあなんて言うんでしょう、割と早めに下ろすことも多いので展開として、ここはもう買いまたぎも持ってますし、エースはね、小高はその辺りも考えつつやっていきましょう。なんかちょっと巨人っぽいユニフォームだな。マークだけか、全然巨人っぽくない。さあ強いチーム来た、さあ強いチーム来たよ。ただピッチャー絶不調。クイック C は発動するのかな。走れ大地を蹴り突き進むスピード、夢つかむ一打を荒く決めろ。いやー荒木さん育てたいな、めっちゃいい選手やな。左に変えたいところですね。笹山は絶不調だから、このピッチャーのうちに点を取りたいぐらいまであるけど。さあ繋がってくれよ後ろ、芝なら打ってくれる。よっしゃさすが芝。そして満塁郡山、さすが芝。熱血、ただ満塁男芝が持ってるんでフォアボールも悪くないんですよねこの場面。くそ、いやーここは点欲しかったね、満塁だったから。おお、スリーラン出た。さあ誰でしょう、スリーラン打った男は。池野です。右ってことは引っ張ったのか。これブルヒついたら面白いですよ。パワーヒップルヒ流し打ち阿部ヒが一番面白いですからね、選手としては。それ最強ですよね、もう流すとき引っ張るときは完全にこう役割が決まってるっていう。さあ笹山もう疲れた、まあ、郡山は今日は芝につなぐ役割に徹していこうか。あの場面満塁で打てないときはね、大体打てない日なんですよ。そういうときはつなぎ役に徹する。そしてその芝がランナーを返していく。くスクイズしようかなって今一瞬思ったんですけど、スクイズが3だったので、うわスクイズでよかったな。セーフティーリードではないですからね。たださっきホームランの池野、まあ相手も強いチームですからね、なかなかそう簡単には点が入らないという展開にはなっています。と言いつつ4回までに5点取ってるので素晴らしいですが、さあ宇治家もこのイニングまででいいです。このバッターを抑えてマウンドを降りよう。よっしゃナイス、ヒットたくさん打たれつつもよく粘って投げてくれました。ピッチャー交代、ピンチに強い高井からいきます。この回ワン失点は仕方ない。ショート、よし、9番バッターだからどんどんストライク投げていこう。よーし、ここで変えてもいいけどなピッチャー。ただまだ6回なので今日もまた早い系投を見せてしまったので、まあある程度投げてほしいかな。セカンド、よっしゃ片岡さんだけ守備上げてる、イエス。さあワンアウト一塁、クイクイ3投まであるよ、3投まであるよ。ちょっと厳しいか。
パワーヒデオと郡山。今日ちょっと郡山がバットには当たってないかな。ただ後ろにはこの男が控えます。まれ、まあさすが芝っすね。僕がずっと期待してただけはある。そしてあとはモロですよ。モロが打てばチームは変わる、そんな予感がします。シンガーまあそこそこはずっと打つでしょう。さあそれで甘い球を見逃さない。甘い球しっかり打つ。さすが。え、アゲンストで入る。ミートで惜しい。さすがでございます。まあ、たまにはパワーヒの方も使っていきますか。ずーっと流し打ちの方に頼っていたので。パワーヒー打力を見せますね。これ待てよ、本当にこの台強いんじゃないか。過去一強い台になってるかもしれない。まあそれをね最後もう決めてくれるのはこのモロが芝や郡山ほど打ち始めたら間違いなく史上最強チームです。モロがモロに今打撃の穴になってますね。やっていきましょう。うん、もう高い変えてもいいかな。球数もそこそこ来ると思うし、まあ、ピンチに強い二宮、ここも行きたいと思います。さあ調子を上げることはできるか。1年生ピッチャーが本当に戦力になってますね。まあ、しっかり1イニング2イニングずつぐらい投げてくれるとこうやって早めに代打を使えるので作戦が取りやすくなります。さあ AKD4 秋山清原デストラーレ。さあいやのしっかり頼むよ。 OK。 ヒットの数はあんま変わんないんですね。またまた、まあ、小刻みに系統していきましょうか。本当にこうリズミカルにこみやっていきましょう。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。川田は1年生の中でも非常に防御率がいいですね。ナックルボーラー、このナックルはちょっと極めたいですね。ナックル夏まで上げていこうか。ま、ナックルはマックスにしたいですね。モロダメダメじゃん。モロダメダメじゃん。いやそのナックル気に入ったな。でもやなせ、毎年なんか能力の割に打たない選手っていうのがいるんですよね。まあそういうのも含めてやっぱ走力上げとくとセーフティーバントっていう第3の選択肢ができてくるのでいい部分はあるんですけどね。まあモロみたいに本当に打撃だけ思いっきり、まあ、特にファーストっていうのもありますし、本当に守備も上げずに、まあ守備本当に下手ですね。もうとにかく打撃だけ上げた選手ってハマるかハマらないかもうどっちかなんですよね。昔池山兄ちゃんという選手もいましたね。そういえば池山の兄ちゃん打たなかったんだよ。ジュニアはとんでもなくホームラン打ったんですけどね。モロ自らベースを踏んで3アウト。さあ郡山今日調子悪い調子悪いと言われても半分はヒット打ってるっていうね。さあ最後バシッと打っ、やっぱ今日調子悪いですね。今日調子悪いっす。こういう日もある。今日は芝が調子良かった。芝を注目選手にすべきだったな今日。よしよしよし、そろそろ盗塁とか特殊能力上げていきたいですからね。バシバシ走っていって
いんじゃないかな。さあ見せたら池野、おー池野の流し打ち、池野の流し打ち。さあダイソー出して走らせましょう。そういったね手も使えるようになっているチームです。だいぶ今日は投入したんじゃないですかチームとしては。まあさらに育成枠、田辺は引っ張り、これで確定ホームラン演出でも出したら諸の評価は変わってくる。なんか諸ってこれしか打てないのかっていうぐらいセカンドの引っ掛けゴロしか打ってない気がするんだよな。やっぱプルヒより効果が強いな、そういうのも見るに。よし、こうしよう、こうしよう。で最後は小高で締めましょう。 OK、 川田優衣、さあ持ち前の強心臓が力を発揮。まあでも1年生ピッチャーが割と中盤試合を作ってくれると、そんなこの1動画でしたね今回の3試合は。えっもうちょっともろやばくない、もろやばくない。なんか小寺といい、諸といい、阿部ヒパワヒの打撃型ファーストはダメなのか。もう諸なんてなんなら小寺の代わりに去年出そうかなと思ってたぐらいだったのに、スタメンで。これででも、プロに入っていったら面白いな、日本代表とか。まあまだ選抜ですからね、夏、真の力を発揮してほしいというところでしょうか。ということで、ナイス勝利。お、息のチャンスへプルヒ来た、パワーヒプルヒ流し打ち、あと阿部ヒついたらやばい。池野だっていいバッターだもんな、常に打ってるもんな。なんならいや池野に阿部ヒついた、てかこれ打線ほんとすごいな。しかもプルヒシフト引いてくれたら流し打ちがよりヒットになりやすくなるんですよね。楽しみです。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。